ドスケベな皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは、日本のモデルやアイドル、グラビアアイドルやダンサーとして大活躍しているセクシーな遠見さんです。1999年2月8日生まれ、激アツの25歳、長野県出身。血液型は A 型。身長149センチ。3サイズは上から90、57、81の D カップです。これぞ男の理想って感じがたまりませんね。透き通るほど清楚なルックスとセクシーな感じに男性諸君は思わずあそこがうずいて仕方がないでしょう。こういう女性と毎日イチャイチャしたいものですね。さてそんな彼女ですが、遠見さんは2018年に華々しく登場。瞬く間にグラビア界の星となった日本のアイドルやモデル、タレントです。その愛らしいルックスと絶妙なセクシーさを兼ね備えた存在感は多くのファンを虜にし、国民的彼女としての地位を築いています。もし彼女が本当に彼女だったら、という夢見る男子たちのため息が日本中で響き渡っているのは間違いありません。まず彼女の最大の特徴はそのミニマムなサイズ感。身長149cmという小柄な体はまるでポケットサイズの彼女と言いたくなるほどですが、いざステージやカメラの前に立つと、その存在感はミニマムを超えて、まさに巨大な魅力を放ちます。小さな体に秘めた圧倒的なオーラは身長じゃないハートのサイズだ、とファンに胸を張らせ、彼女の魅力を倍増させています。キラキラとした大きな目、透き通るような肌は、ファンタジーの世界から飛び出してきたようで見るもの全てを夢中にさせてしまいます。グラビア界では彼女のキュートとセクシーの無限コンボが大炸裂。可愛らしい笑顔でファンの心を掴んだかと思いきや、次の瞬間には大人っぽい色気を見せるという、心臓に優しくない展開が続きます。このジェットコースターのような感情の波に乗せられ、ファンはやめられない止まらない推しの状態に陥ってしまうのです。さらに遠見さんの活動はグラビアだけにとどまらず、バラエティ番組やトークショー、さらにはゲームやアニメのイベントにも出演しています。特にコスプレ界での存在感は特筆すべきもので、彼女の完成度の高いコスプレ姿はまるでキャラクターが現実に飛び出してきたとファンを興奮させています。アニメオタクやゲームファンたちは遠見さんのコスプレを見るためにイベントに行くという声が続出しており、彼女はもはやオタク界のアイドルとして君臨しています。 SNS での活動も見逃せません。彼女の日常や仕事の裏側を惜しみなく公開し、ファンたちはリアルな彼女を感じることができ、まるで本物の彼女とデートしているかのような感覚に浸ることができます。投稿が更新されるたびにタイムラインはざわつき、今日も可愛い、これ合法なんですかというコメントが飛び交い、彼女の魅力は SNS 上でも止まるところを知りません。また彼女の魅力は可愛いだけではなく、オタク文化への深い愛と知識を持つオタクの救世主としても君臨しています。ゲームやアニメキャラクターに対する情熱や深い知識はファンからも一目置かれ、彼女のオタクトークには共感の嵐が巻き起こります。オタク層からの信頼度も急上昇中で、こんなに可愛いのにこんなにオタクというギャップ萌えが炸裂しています。そんな彼女はただのアイドルではなく、自身のプロデュース力も高めています。様々なブランドとのコラボレーションも行っており、彼女のキュートさとセクシーさを生かしたプロモーションはファンにとっても魅力的です。遠見さんの登場があるとたちまちファッションやビューティ業界でも注目の的となり、彼女のスタイルやイメージは多くの女性たちの憧れとなっています。今後も遠見さんの多彩ぶりや魅力はますます輝きを増し、グラビアやモデル、コスプレ、さらにはオタク文化のアイコンとして多方面での活躍が期待されています。彼女の勢いはとどまることを知らず、これからどんなサプライズを見せてくれるのか、ファンは心を高鳴らせながら待ち続けています。国民的彼女の伝説はまだまだこれからが本番です。今ではすっかり有名になった彼女ですが、今後どうなるか目が離せませんね。どう転んでも我々ファンは温かい目で見守っていきたいですね。概要欄に彼女の SNS リンクを載せているので、可愛い、興味湧いたって人はいいねとフォローぜひお願いします。まだ推しが見つかってないよって人は過去の動画も見た方がいいですね。チャンネル登録や高評価していただくと動画作りのモチベが上がりますので、ぜひお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。Thank you.
Thank you.